第10試合は UWA 世界女子タッグ選手権試合、まずは赤コーナーチャンピオンの下田美誠、三田悦子選手です。さあ、この大きな大きな東京ドームでベルトをかけるわけですけれどもね、相手にとってどうですか？いや、もう全然バッチリ OK、 大丈夫です。はい、ですね、もう本当に自信のね、表情を2人とも見せてますけれども、どうですか？そうですね、相手がどうこう言うより、やっぱり大きな会場をなんていうんですか、肌で感じたいと思うし、そういう勝ち負けで勝つのは当然だと思いますけど、うん、そういう雰囲気を味わいたいなって今日は思います。なるほど、はい、本当タッグとしては本当成熟しきった両選手です。一方、挑戦者の LLPW 紅谷弥社、そして長島美智子両選手です。まずは紅谷選手ですが、今日はチャレンジャー、このドームで挑戦するわけですけども、どんな気分ですか？もう別につべこべ言わない、やるだけだ。やるだけということですか。さあ、そして長島選手、大きな舞台ですね、本当にね。やるしかないですね。何か、言葉は少ないんですが、闘志を感じました。
先立ちましてフジテレビジョン様より両選手並びにレフリーに花束の贈呈です。続きましてチャンピオンベルトの返還です。本日の第10試合、UWA 世界女子タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム NPW130 パウンドを長島美智子。同じく青コーナー165パウンドを紅やしゃ。赤コーナーチャンピオンチーム145パウンドを下田美馬。同じく赤コーナー165パウンドを三田悦子。レフリー笹崎克美。さあ第10試合、第10試合目を迎えようとしています。 UWA 世界女子タッグ選手権試合、60分一本勝負、チャンピオン三田悦子下田美馬組対挑戦者 LLPW 紅谷社長島美智子のタッグマッチであります。まずはラスカチョーラス、今日は紫のね、なんかくしくも両チームとも紫なんですけど、バリバリチームの紫の特攻服。さあまずはゴングから、ゴング早々から荒れ模様であります。まあこの試合が荒れないわけがないわけでありまして、まあそれにしてもね、なんかお互いのカラーが似てるような似てないような、まあバリバリレディースといじめっ子ですか、まあそういったね、戦前からどんな試合になるのかというのはね、予想はいろいろと各方面でやられたんですけど、まあこういうことですかね。まずはいじめっ子がレディースの後頭部をペタンと叩いていった。三田が全くの無表情でね、何か現代社会の縮図を見ているかのような、そんな展開であるわけであります。さあここまではチャンピオンチーム、あっとカービの受けを掴んで一回転、三田もレジじゃないですけどドーム級ですよね。ドーム級ですよ、本当に大きいですよね。いやこの大会場で の、あのデスバレーボーも決めたいでしょうね。はい、ね、まあ、当然狙ってるでしょう、このドームのど真ん中でね。あ、まずはこれですよ、ドームでこれがやりたくてしょうがなかったでしょう。いやシャッターチャンスですよこれ、シャッターチャンス、ザ・シャッターチャンスですよこれが。定番の青コーナーで地団打を踏む紅谷社の心境はいかにという感じでありますけれども、ネグハンギングツリーからおっと2プラトン、あの定番の良さがありますからね、このカチョーラスは。それでもカチョーラス、三田と下田なんか自分らの相手に不足でね、はい、まあ、自分たちが目指すためにはね、まあ、これ一応タイトル戦なんだけれども、はい、まあ、それを差し置いて最後フィニッシュなんか新しい連携でもやろうかななんてこう言ってたんですけどね、なんかそのぐらいやらないと目立たないだろうと、お、もういつもみたいにただ勝っても目立たないだろうと。今の技はパイルドライバーで固めておいて、そのまま真っ逆さまに、ね、はい、あの UWA のレコード、山田トヨタが4回防衛してますから、はい、同じなんですよ。あ、なるほど。あ、これはお株を奪った、紅のお株を奪う康介。あ、まだねちょっと長島が完全に孤軍、一人で捕まっている状況で、青コーナーいても立ってもいられないのが紅谷社であります。もう余裕ビシバシでやってますね、大田組はね。そうですね、まあ、実力的にはやはりね、1枚も2枚も上でしょうから、ここはうまく体を入れ替えていって、まあこのバリバリ姉ちゃんペアはね、どういったところに勝機を目指していけばいいか、見たカウンターの16もキックみたいなのやりましょう。あーすごい、まだなんか女子版の16もキックみたいなね、え、強烈、あ、噛みついてるんですか今。いやー、あ、違うか、なんでしょう、あ
と今何をしているんだ。何を、いやー、メタ選手だと何問なんでしょうかね。私と 靴のサイズ同じぐらいですからね。でかいですよね。何問なんですかね。一発言ってくれませんかね。おっ、マリオットをかわして、あっ、ちょっとタイミングが、ちょっとタイミングがありませんでしたね。まあ見たもん、これ体が大きいんでね、ネックブリカドロップをかけるにもなかなかこう体力がいるような。あー、今度は逆に、やっぱりこの手の攻撃はね、クラッチを出すのは、はい、お家芸ですから、ね、真似したんですけども、ちょっとね、やるんですけどね、いまいちだったというですね。さあ、ランニングネックブリカー。まあそれにしても、あの三田の表情なんか見てますと、かなりまで余裕ありますね、これね。そうですね、まあ、よくこう相手を、まあ、冷静に見ているというか、そんな感じがしますけれども、一発一発に威力がやっぱ三田選手の体なんかなんですと、そのほどこう硬いなんていうかね、全然引かないよって感じですよね、うん、さあ篠田が得意のなんか顔面かきむしりのフライングネックブリーカー。何かこのドーム超満員のお客さんを手玉に取っているかのようなアピールであります、うん、何かこう三田もなんて言うんでしょう、占領役者になったなという、うん、そんな印象さえ与えますよね、うん、ここまではちょっと LL の特攻チーム、いつものブリブリはしたね、特攻ファイトが全くここまでは見られない、そういう展開であります。やっぱり不良のスケールが違う、不良じゃないですけどね、三田と下田不良のスケールが違う、はい、なるほど、まだまだ細いぞと、はい、三田と下田お嬢様ですからね、実際は、そうですよね、はい、実際は。いやー、なんか合同記者会見の時なんかは随分紅長島組はなんか余裕かましたような顔をしてたんですけどね、うん、なんかこう今日はどうなんでしょう、スーッとこのまま流れちゃうと三田下田はもうその流れで安定飛行の今体制ですからね、三田下田組は何かこう汚い手でも使ってですね、活路を見出さないと、反則でも何でも、なんかこういうシングルも面白そうですね。三田対くれないですか、下田と、あ、下田対くれない、あーとノドア落とし、バックを取ってへそ投げバックドロップ、これは強烈だ。まあ、紅もね、満を持しての登場ですから、まあ、思う存分やらないとね、これは。さあ、本家本元公式か、本家本元公式、あ、しかし三田がこれまだ上手で入りますからね、完全に中ブラリンにはなりませんね。ビクトリアホール、タイドドライバー、それなりも個人的にはいろいろね、バリバリクラッチとか、はい、細かいいろいろなんかスープレックス系の投げ技とかね、はい、いろいろ開発してるんでね、もしかすると一人で一瞬の隙を見て決めようかななんて思ってるかもしれないですけど、そうですか、そういう相手の知らないような技を、なるほどね、はい、意表、気をついたね、はい、気をついた、なんか紅はこのキャラクターがから脱皮したいなんていう気持ちもあるみたいですよね。あのキャラクターをやめるとかっていうんじゃなくて、キャラクターが先行しちゃってますよね。なるほど、ですね、もうちょっとストロングスタイルっていうんですか、エースを目指すじゃないですけど、うん、このやね、クルビーカーで切り返していった三田、足もだ、ごめんなさい。さあ今度は三田ブレイジングショップ、まあドームのね、この大きな、はい、ビッグボールでもこの音が響き渡っている、うん、まあそれだけド迫力、超強力なこのブレイジングチョップであります、ね、北斗晶は直伝ですけどね、はい、まあでもスケールがね、もう三田選手のねスケールが違いますよね、三田がやると、はい、手を広げた時はもうその広さというかね、大きさというかアルバトロスを、ああ陸上のアルバトロスという感じで、はい、ええ、これであります、うわすごい音、これはね、他団体に最も嫌がられている技なんですよ。あの JWP の尾崎がこれほど痛い技はないというふうに言ってましたもんね。コブラツイストに行こうといったところを簡単に返して、あ、今度は拷問コブラ、拷問コブラ、うん、これも得意技、お、あ、長島はうまく今度は三田を丸め込んでいる、うまい連携だぞ、うまい連携だ、うん、拷問コブラの後何があるか、
バックドロップをうまく後ろに回ってタイガースープレックスか。タイガースープレックスを狙ったんだがうまくくれない、逃げてロープにふて込んだ。なんだおっと、帰ってくるところを喉輪落とし、アームボンバー2連発か。しかしチャンピオン下田もそう簡単にね、相手の得意技2連発は食いません。あ、場外へ。ん、長島が何があるのか。飛んだ、反発入れずにプランチャーニュートラルコーナー。あ、今度は紅も残っているが、はい、さあリング内ですか。あ、雪崩式のあ、ツープラトン合体のドア落としか。合体のドア落とし。さあ下田どうか。カウント2。これも2人の LL 軍のフィニッシュを狙う技ですからね、はい。お、今のは一発、またはもう一回アウンボンバーというか、喉落としたところですね。やっぱり連携という点ではね、カジョーラスがね、うん、あー、木刀が投げ入れられた。真っ白な木刀。お、これで一気にペースを掴んでいくのか。やはりチャンピオンチーム、うん、この辺りは実力のなせる技か。カチョロス武器使いませんからね、はい。お、あの、考えてみますとね、今女子プロ界でタッグチームというのはこの2組だけなんですよ。そうですね、まともに組んで、ね、なるほどなるほど。当然こういうタッグチーム同士がやっぱりタッグのタイトルをねかけてやるべきですよね。これ理想系ですよね、うん。まあ LL と随分これ UW タッグやってますけど。あ、ガウジングだ。どうし、ガウジングから喉輪落とし。あ、ちょっとこれは体勢崩れたぞ。うん、カウント 2.5。 あーっと抱え上げられた。あー、そのまま場外。強烈ミサのパワーサッポー、得意のツープラトン、スワン式ダイバー。また三田が飛びますね、これでね、はい、この後三田がこれね、3人投げ倒すんですよね、はい。これは味方の下田をもたまに巻き込むことがあるんですけれども、はい、そうなんですね、カチョラスお得意の、はい、なんか連のもね、定番コース入ってたんですか。定番コースですよね。中ぐらいのミサイル、大きいミサイルが行って、はい、まあこれで落としてで、ボディープレスですね、下田ですね。下田のボディープレス、あ、これはかわされてしまった。あ、もう一度木刀を持ってきた、くれない。うん、やはり LL としてはね、木刀使うのはもっと、ね、効果的に使ってもらいたいですね、タイミングよくね、はい。おーおーおー、ノーザンライト、ノーザンライトですか。見た、やっぱり本当に同級ですね、すごいですね、はい、なんかこう弓のようにしなって、はい、今見事なノーザンライトスープレックス。そして下田が一気にタイガースープレックスでフィニッシュかというところでしたけれども、うまくクレナーが入ってタイガースープレックスだ。完璧に決まっている、完璧に決まっている。どうか。さあ、クレナーがかろうじてカットに入った。もうこの辺からカチョーラスがまあ行こうかななんてこう、はい、ぼちぼち、ああああ、なだれ式なだれ式あって S レイクドライブを狙おうというのか、ね。もうクレナー長島君動きまくるしかないですよ、動き、はい、ね、動いて動いて、もうこれはもうね、なりふり構わないね、はい、攻撃でしょうね、ルールを無視した、うん、機動力を駆使して見せないですよ、はい。なだれ式ダブルアームスープレックス、ロープ最上段からであります。おっと、返していった長島、まだデスレッグドライブじゃなかったですからね、今のはね、はい、この連発してくられたらもう、あ、何か今、おっと、長島が反発しましたね、はいはい、特攻魂か、あんまじゃねえぜって感じでね、今張り手食らわしましたけれども、あー、でもね、やっぱりね、まあ実力の面ではやはりラスカチョーラスが1枚も2枚も上か。まあこれ試合内容はちょっと悪くなりますけれども、そういう流れは断ち切っていかないとね、はい、カチョーラスは流れに乗っちゃうとそのまま安定飛行のカチョーラスの雲の上に乗っちゃうんで、あと、このボディープレスはよく見ていた。あー、なんとなんと長島のパスミス、インターセプトであります下田がインターセプト、木刀攻撃、あっ、どうでしょうか、いじめっ子、普段は木刀を使わないんで慣れてないのか。
ちょっとスタミナがね、なんか切れてきたのかなっていう感じしますね。なるほど、動きがね。お、これはあ、ちょっと今内股をすくったような形で、はい、バックドロップの形は危ない。これが今必殺技か、新しい技でしたよね。結構あの手の技がね、はい、遅れない選手があるんですよね。お、今度はラスカーチョーラスのオカボを奪う。タッチをして距離があるが、ダイビングボディープレス、的確に当てていったが、カウント2。うわ、すごいキックだ。一発で形勢逆転。あ、三田がデスバレーボムを狙うところうまくかわしたんですが、ブレージングチョップが待っていた。あ、先ほどのもう一回、あ、あの連携をやるところ、あ、逆に返して三田が、あそこで肩車式のバックドロップ行ってね、はい、下田がボディープレスというところだったんですけどもね、はい、さあ今放送席目の前のニュートラルコーナー、もうバリバリ特攻チームが2プラトンから雪崩式の、これはもう水車落としのような形になってましたけれども、はい、カウント2。試合内容はどうなってもいいから、とにかく最後に勝つということだけでね、はい、まあ、タイトルマッチですからね、これは勝利が最大に重点が置かれるところであります。さあ今度は何があるのか、触れないがトップロープ先頭だ、はい、もう一発いきますね。やっぱり連携ありますね、はいはいはい、あ、考えてますね、はいはい、いいですよ、LL 一発、はい、LL レディスも、ダイビング先頭、 LL のこのレディス軍もね、おー、いや、もっとこれは休まず行かなきゃダメ、これ前日はもうみんなスタミナすごいんだから、もうこれはもうクイックタッチで学んでいいからね、はい、いやもう顔面に勝機を一発見出したら、ね、一気に行かないと絶対が捨てされますよね、はい、のど輪落としとして DDT 止まっちゃダメなんですよ、はい、さっきいい流れで先頭2連発、まあ珍しくこの試合初めてこの、はいはい、カットに入る下田の形相が変わりましたよね、一瞬ね、先頭、しかしこれは、あーっと抱え上げてしまった、バンジキュースかというところ、なんとか特攻バリバリ姉ちゃん粘る粘る、クロスラインから、あー、ジャーマン、そしてミサイルキックは下田、ジャーマンスープレックス、カウントと、あー、もう三田のこのアピールがあっては何一つこれを返すことはできないぞ、デスバレーボム、いや一撃必殺デスバレーボムであります。デスバレーボムからの耐え固めにより三田エッド、終わってみればチャンピオンチーム、まあ楽勝とまでは言わないまでも余裕の勝利って感じですよね、このドームのこのセカンドベースを、ね、突き破るというか、はい、食い打ちというか、もう本当にまさに白谷落とし、はい、その名の通り、まあ、今がっくりとうなだれている長島をカメラが捉えましたけれども、まあ、カチョラスちょっと長く試合に付き合っちゃう癖が、ね、あってね、今日もややそういう懸念はありましたけれども、はい、まあ、最後のもうあれにはまっちゃえば、はい、まあ、まず返されることないですから、もう絶対に切り札持ってるという、もう本当、まあ、平成の必殺技の中でもね、はい、もう必殺技中の必殺技、ね、デスバレーボム、よくぞ編み出したという、ね、技ですよね、はい、まあ、大きな大会にはなんか2人のこのタッグ欠かせないですね、この真ん中辺でやるというのは、うん、小川さんのお墨付きが今出たところで、お客さんももうラスラス、はい、デスバレーボム出るとみんな思って見てするんですよね、もうね、あの三田がアピールしたらもう全員がクブクリン、デスバレーボム期待しますから、うん、見事応援いたしましたチャンピオンチームには、今日はこれは UWA タッグですから、山本代表とのマイクレッションとかはないんでしょうね、こういうのはね、あ、 FL ですからね、相手が JWP タッグじゃないですからね、はい、まあ、当初山本代表がリングアナスタム代表に言ってたんですけど、そうですか、そこは山本代表曰く自分が出てしまったら話題を全部さらうと、なるほど、なんか豪語してましたいやいや、この間川崎で全部さらってきましたからね山本さんの一言で、まあ、今日はちょっと遠慮したというところなんでしょういや、下田なんかちょっと物足りないんじゃないですか、なるほど、なんか言いたいんじゃないですか、まあ、一汗かいた後に一
言言って帰っていくというのは、これはもうね、これ上田コミッショナーが餌食にならなきゃいいんですけど、そんなことないですからね。山本大吾見てるじゃないですか、どっかで見てるでしょうね。田之倉正文ね、また厚化粧だなんてね、この前言ってましたけど、今、ま、主将としてガルーダインドネシア航空様よりバリ島ペア旅行券がお二人に贈られます。おー、バリ島ですか。やはりドーム副賞も豪華で、はい、見事4回目の防衛を果たしましたラスカチョーラスの三田下田ペア。すっかりもう写真に写るこの2人の勝ち並びの写り方の顔の表情の写り方、ね、しっかりと作って、もうなんかこうチャンピオンらしくなったというか、はい、チャンピオンもね、4回防衛しますともう貫禄ですよね。いや、今年はこの2人なんか女子プロ大賞、はい、まあ、ベストタッグ賞で本当行ってもらいたいと思いますね。なるほど、はい、またも防衛に成功いたしました UWA のチャンピオン下田美馬、三田悦子両選手です。どうぞおめでとうございます。さあ、これで3連続 LL 軍を打ち破ったということになりますね。そうですか、もう会心の勝利でしょ。そうですね、今日は別にベルトのことは頭に全然入れないで、やっぱ自分たちがペアとして今年いっぱいやってきたことを出したかったんで、やっぱ向こうもペアとしてやってきてるんで、負けられないんで、ね、ちょっとそこがね、本当にチャンピオンだなっていう感じがしました。もうちょっと中に、試合運びだったんですけれども、やはりこのドームというのは意識しましたか。そうですね、お客さんが全然見えないんですよ。だからなんか見えない分自由に、なんかそんなうまくいったってほど言ってないんですけど、自由に戦えたなっていう感じがしますね。でも超満員ですよ。嬉しいです。はい、この中で見事に防衛に成功いたしましたチャンピオンです。三田のデスバレーボムが気をつけなきゃ一番いけないと思ってて、何回か担がれたんですけど、でも自分なりに研究してきて、何回かそのもうちょっと早く決められるところを避けたつもりだったんですけど、最後やっぱり一発やられて、で今黒柳さんが負傷しちゃってここに来てないから、自分の個人的な意見になっちゃうんですけど、てかやられて悔しい気持ちはいっぱいですけど、いい意味で勉強になったと思ってるんで、自分が個人、黒柳さんは違うと思いますけど、自分はまだ自分たちはタッグ組んで半年しか経ってないし、向こうは2年ぐらいもうずっと組んでキャリアは長いし、そういういい意味で勉強になったと思うんで、自分個人としてはもっと大きくなってもう一回やりたいです。この借りを返したいです。